今ここ蓋開けたんですけども、はい、今あのここテープでガチガチに止めちゃったんですけども、はい、この排水管と蛇腹ホースの間に、ゴムがくっついてるんですよね、はい、でそのゴムがこう水が溜まっちゃうと圧力で上に上がっちゃって、その隙間からこう持ってたのかなっていうところではあるんですよね。で今これでガチガチに止めたので、次盛るとしたら、盛るというよりかは上がってくるのはシンク側になるのかなっていうところで、ちょっと今水流してみると多分上がってくるんじゃないかなっていうところではあるんですよね。こんな感じです。上がってきて、で多分これで下見てもテープでガチガチに止めてるので、はい、まあ、テープとあとここの隙間の状態でね、下からは漏らず上に上がってきているような感じですね。あとは蓋外して流れるかどうか。外見させてもらってるので、あそこがもうほとんど詰まりの発生源じゃないかなっていうところなので、ちょっとこれ、一番最初外から作業して、で中やって外やってっていう順番でやっていければと思います。はい、
これからちょっと台所の排水管の中見ていきますね、はい、で今これ蛇腹ホースのところで、はい、ここから入れていきますね、はい、蛇腹ホース自体も綺麗になってるので大丈夫かなっていうところで、これが排水管に変わって、で、あの勾配とかが悪ければあの管の底に水が溜まってたりするので、それも見ていただければと思うんですけども、ちょっとここが水が溜まっちゃってるかなっていうところではあるんですけども、築年数でいうとどのくらい？ですね、家自体はもう築は40年ぐらい、40年弱なんですけども、はい、このキッチンとかリフォームしたのは20年前。あ、はいはいはい、ですね、その時に排水管も、あ、もう全部変えてます。もともとキッチンの場所を変えてるんで、はいはいはい、この辺も新しくはこの辺もここが油がついてた感じで、もうかなり薄くなってるので、このぐらいであれば大丈夫かなっていうところではありますね。入れて、そうですね、1メートルぐらいの間でちょっと水が溜まってはいるんですけど、まあ20年って加味したら、まあこのぐらいであればそこまで悪いとも言えないかなっていうところではありますね。これもちょこっと汚れてた跡なので、落ちてるので大丈夫で、曲がって、ここもちょっと溜まってますね。20年間の間でこう、はい、詰まり修理を入れたりとかっていうのは特には、初めてですか。逆に20年間詰まりがなかったと、はい、いう感じであれば、まあ結構お丁寧に使われてるのかなっていう感じは。までしか入らないんですけども、はい、まあ、奥に行けば行くほど缶の状態は綺麗なので、あ、はい、まあ、これでまず問題ないかなというところではあります、はい、まあ、最後はあの一番詰まってた場所はあのご説明できればと思いますので、はい、ちょっとまたお声かけさせていただきますね。はい、分かりました。ひどい状態でもなかった缶の状態的にはそうですけど、その詰まりの症状としてはまあ水が漏れちゃって、はい、このシンクの下の、はい、がこう腐りかけてる、そうですね、半分ちょっと腐りかけちゃってたりっていう意味では、ちょっとひどめな詰まりだったかなという感じではありますね。どうしてもここの蛇腹のところがゴムで止まってたりすると、まあ、大半のところってゴムで止まってるんですけども、年数が経つとこうゴム自体が劣化してきたりとか、あとはなんかちょっとした振動で徐々にずれてきちゃったりとかはあるので、ゴムを使ってるところのよくある事例っちゃ事例ではあるんですけどっていうところではあるんですよね。水流してみますね。缶自体もあれだけ綺麗なんですけど、上がってくることはないかなっていうところです。まあ、一番最初すぐ上がってきたのは上がってきたので、ちゃんとあの風水って呼ばれてここに溜まってる水がちゃんと止まってここにあるので、まあ、問題ないかなっていうところですね。台所復旧させて全体終わりましたら、また詰まってた箇所のポイントとかお話できればと思いますので。はい、分かりました。お願いいたします。
ここに繋がっているのが分かってまして、はい、でこれを開けると、まあ、ここの水が溜まるポイントがあるんですけども、これが多分そのリフォーム前に使ってた配管をそのまま今のシンク台所もここに繋げてると思うんですけども、はい、どうしてもここに水が溜まっちゃうってことは油分とかの含んだお水とかもここに溜まりやすいんですよね、はい、でそうなると表面に油の膜を張っちゃって、それが徐々に形成されていくと油が固まって水を通さなくなっちゃって、はい、詰まるっていう現象が一番最初に多分ここが起きやすい感じだとは思うんですよ、はい、なので今回みたいにここが水が上がってくるような症状が現れたりしたら、ここなんか硬い棒とかでつっついてあげたりすると意外と流れるっていうことが、こっち側の配管で詰まってたらちょっとどうしようもない部分ではあるんですけども、一度ここをつっついてみるっていうのもやり方としてはありかなっていうところではあるんですよね。こっちつっついて、あとこっちもつっついてっていう感じでやってあげると、まあ蓋もそのこれが普通のこっちの蓋だと空気を取り込むところがないので水の流れがすごく悪くなるんですけども、ちゃんと空気を取り込むような蓋を使ってるので、まあ、この辺はちゃんと施工業者さんですかねが分かっててやってるのかなっていうところなのでっていうところではあります、まあ、なのでつまりここから水が出るようなことが次あったらつっついてみるのもいいかなっていうところがあります、はい、まあ、ただ20年ぐらいだったりもしかすると次20年後とかっていう可能性もあるかなっていうところで、あとはシンクを水を溜めて流すとか、はい、お鍋1杯程度のお水を毎晩こう溜めて流してあげたりすると、はい、配管の中が水の勢いで綺麗になっていきますので、はい、まあ、より持ちが良くなるかな。ただ今まで通り使ってて20年であれば、まあ、そうですね。そうですね。予防がそれが22年になったところで、っていうところがあるかなとは思うんですけども、一応そういう予防もありますので、はい、お願いいたします。はい。これが一応回収できた油なんですけども、はい、細かいやつはもう流れちゃってるので。